衝撃の結末 BTS ファン必読。彼らの恋人は一体誰なのか。 BTS 防弾少年団が数百万ダウンロードを達成したスマホゲームの話題が世界中で話題となっています。しかしその課金額の行方についてはまだ明らかにされていません。果たしてその金の行き先は。 BTS は世界的に人気を誇り、熱狂的なファンが数多くいます。そんなファンたちの中には彼らの恋人になることを夢見る人も多いでしょう。一体 BTS のメンバーたちは誰と付き合っているのでしょうか。この記事では驚きの結末が待ち受けています。 BTS の恋人と噂される人物たちを徹底的に調査し、その真相に迫っていきます。まずはメンバーの一人であるジョングク。彼は一部ではファンとの熱愛報道も噂されていますが、果たして真実なのでしょうか。その他のメンバーたちの恋愛事情についても詳しく紹介していきます。さらに BTS の公式ファンクラブにはメンバーとのコミュニケーションを取るための問い合わせページが存在します。そこでのお問い合わせ内容やファンクラブへの電話には一体どのような内容が寄せられているのでしょうか。読者の皆様は BTS のメンバーたちと付き合っている女性たちは一体誰なのか、その真相を知りたくないですか。ぜひこの記事でその全てを解き明かしていきましょう。 BTS の人気スマホゲームの課金額の行方に加え、メンバーたちの恋愛事情やファンクラブへのお問い合わせ内容など興味津々の情報が満載です。ぜひこの記事を読んで BTS の知られざる一面を知ってください。お問い合わせ。 BTS Japan Official ファンクラブでは BTS に関するお問い合わせを。受け付けております。電話番号 050-3185-6923、 平日12時17時土日祝日および年末は休業。お気軽にお問い合わせください。動画をご覧いただきありがとうございます。この動画が気に入っていただけましたら、ぜひあなたのコメントもお待ちしています。チャンネル登録もお願いします。